皆さんこんにちは、 JH1CBX 雅子です。今回は IC705 の応用編をお届けいたします。今回ご紹介するのはターミナルモードでの運用、画像連想、 RTTY の運用、 FT8 の運用、コンテストの参戦です。それでは最初に D スターの注目機能の一つ、ターミナルモードを見ていきましょう。それでは早速準備していきましょう。メニュー画面から DV ゲートウェイを選び、 Wi-Fi をオンにして IC705 をインターネットに接続します。接続できたらターミナルモードを選択します。これで準備完了。 D スターによる遠距離通信を楽しむことができますよ。準備ができたところで JQ1YOL 局を呼んでみましょう。 JQ1YOL 局、こちらは JL3ZGL、 聞こえておりましたら応答をお願いいたします。こんにちは、メリット5です。オペレーター雅子です。大阪日本橋に入館しています。どうぞ。またインターネットに接続された IC705 をアクセスポイントとして使用することも可能です。続いて JQ1YOL 局に画像を送ってみましょう。画像トリミングアプリ ST4001i で加工した画像がありますので、これを IC705 に送ります。送られた画像は IC705 のマイクロ SD カードに保存されます。それでは実際に画像を送ってみましょう。 JQ1YOL、 こちらは JL3ZGL です。こちらから画像を送りますので、そちらも送ってください。よろしくお願いします。素敵な写真ありがとうございます。IC705 は本体のみで画像の送受信、閲覧できるなど、さまざまなコミュニケーションを楽しむことができます。続いて RTTY で運用してみましょう。今回はパソコンは使わず IC705 のみで運用したいと思います。周波数は21メガが良さそうですね。RTTY デコード画面に切り替えましょう。次に TX メモリーを編集します。コールサイン、シグナルレポートなど必要に応じて準備しておきましょう。あとはメモリー内容を送信すれば OK です。このように IC705 ならパソコンがなくても RTTY の運用が可能です。皆さんもぜひチャレンジしてみてくださいね。次に今人気の FT8 の設定方法をご紹介していきましょう。まず iCOM のサイトにアクセスし、 IC705 専用ドライバーをインストールします。次に IC705 とパソコンを USB ケーブルでつなぎます。電源を入れ、デバイスマネージャーを立ち上げ、コンポートを確認します。ちゃんと認識されていますね。続いて WSJTX を立ち上げ設定していきましょう。海外からの信号がどんどん入管していますね。あとは応答するか CQ を出せば OK です。 FT8 なら SSB や CW よりも簡単に海外の局と交信することができそうですね。最後に
コンテストでの運用例をご紹介しましょう。今回は C テストウィンを使った運用です。FT8 と同様に IC705 をパソコンと USB ケーブルで接続します。電源を入れ、デバイスマネージャーを立ち上げ、コンポートを確認します。次に C テストウィンを立ち上げ、設定していきます。続いて IC705 の CI5 と仮想コンポートの設定をしていきましょう。準備ができたら早速7メガの SSB をワッチしてみましょう。それではコンテストに参戦しましょう。 CQコンテスト、こちらは JLC-ZGL ジュリエットリマ3ツールゴルフリマー JLC-ZGL コンテスト、どうぞ。 JQ1YOL、 こちらから5925マイクをお送りします。どうぞ。皆さんいかがでしたでしょうか。 IC705 ならFT8 や RTTY、D スターなど様々な運用を楽しむことができますね。それでは皆さん、お空でお会いしましょう。 Be